早速だが、君の上には誰がいる？そんなこと話すわけが。ボルブフィス男爵だ。黒、カッカ、砦、森。ふん、ならその上は？わからん、知らん。エル・エデントラーダ大公爵、予想危険勇者。雑音がひどいな。一応聞くが、それは悪魔族のもので間違いないな。そうだ、そう。ルーイック、ルーイック。魔族領、東北東、帝国国境付近、町外れに位置する商業資源は。内容は勇者に関することで間違いないな。そうだ、なぜ勇者の誕生を知っている？そうだ、違う、魔族側は患者から限られる知る人間。どこまで？僕のことはいい。君が調べていた勇者の名前を言え。メイベル・クレイン。なぜあの子が勇者だと？予言があった年と生年が一致する。性別と髪色も一致する。そして強い。それに昨年学園に送り込んだ患者と資格ともに消えている。ただし入学時期の矛盾、情報工作の可能性、それに噂、メイベル・クレインは勇者であると情報屋の間で流れている。よし、このくらいでいいかな。どうもありがとう。おかげで知りたかったことは分かったよ。よくやってくれた、悟り。褒美だ、食っていいぞ。なんだと？ふざけるな！冗談じゃない！よせ！